地には播磨の気候風土に育まれた美味しい農産物、海産物がたくさんあります。そんな姫路生まれの食材をぜひあなたにも。11月に開かれた農林漁業祭りには、雨にもかかわらずたくさんの人が訪れていました。そのお目当ては姫路で採れた旬のもの、姫路レンコンや姫路ネギ、姫路生姜、葉物野菜も有名です。そして珍しい品種もちらほらと。そんな中目についたのはこのマーク、姫路で採れた農産物や加工品などにつけられているブランドマークです。こうして生産者の皆さんと直接お話ができるのもいいですよね。野菜の見分け方や美味しい食べ方を教えてもらったり。これ200円。この安さも魅力です。何が人気ですか今日は。一個の売りはブロッコリーなんですよ、はい、ブロッコリーどういうのが選ぶときに。それはやっぱりこのキメが細かくてもんもりと綺麗、本当はしっかり詰まってて美味しそうですね。あの姫路ネギは葉っぱもみんな食べれますから。そうなんですか。捨てるところありませんので。普通のネギと違って、あの普通の白ネギだったらもう売ってるので白いところだけ売ってますけど、これ葉っぱも全部食べれます。こちらはバス会社さんがやっている地産直送便です。加工品もありました。大市のタケノコにラインナップが豊富な安富の柚子製品、四号のイチジクジャムも人気です。自治会の皆さんも大活躍。飲食コーナーは活気にあふれていました。なんかお目当てできたんですか今日は。姉がレンコン、はい、あ、レンコン美味しいですもんね。ダッシュして帰りました。間に合いました。間に合いました。どうですかこういったイベントは。毎年来てるんです。毎年このイベントには来てるんですね、はい、楽しみです。たくさん買われましたね。レンコンと、はい、ほうれん草。レンコンとほうれん草人気ですね。はい、ネギと大根、うん、すごい大量。安い。はい、本当に安いですよね、うん、今日は何を買い物されたんですか。いろいろ、はい、あの炊き込みとか、はい、揚げ物。レンコン、レンコン、レンコンやっぱり人気ですね。ほうれん草、ほうれん草もあ、すごい、たくさん買いましたね、うん、やっぱり美味しいから。このイベントは毎年来られてるんですか。毎年来てます。うん、何かお目当てがあったりしますか。新鮮な野菜。新鮮な野菜ですよね、美味しいもの。、うん、やっぱり違いますか地元のお野菜っていうのは。やっぱり違いますね、美味しいね。美味しいですよね。なんかいいものありましたか。どんなんがあった。これ、かわいいね。もらったの、うん、今日は何を買われたんですか。今これレンコンとね生姜と、はい、レンコンと生姜、はい、どうですか。大阪から来ました。大阪から来たんですか。このイベントのために。そうなの。こちらは海産物のコーナーです。干しガレイやちりめんがずらーり。ご飯が進みそう。鮮魚はあっという間に残りわずかに。人気のほどがうかがえます。網干しの牡蠣もありました。あ、どうですか今日は。はい、雨の中、たくさんのお客さんが来ていただきまして、売れ行きも順調に今見てます、ね、本当だ。もう全然なくなってますね、はい、ますね、はい、でもまあちょっとね殻付きの方がねまだ余裕あるんでね、まあ、これから頑張ってね売っていきたいと思ってますね。殻
柿ってシーズンはこれから？シーズンはまだ今からで12月、はい、年明けの2月いっぱいぐらいまでは美味しくいただけると思いますね。じゃあこれからどんどんもっと大きくなります。今こんなんですけどもね、はい、実際2月後半になりますと手のひらぐらい、これぐらいには十分育ちますので。これこんなに大きくなるんですか？はい、なります。じゃあちょっとまだちっちゃめ。まだちっちゃいですね。でもどうですか味の方は？味の方はもうしっかりついてます。はい、大丈夫ですよ。大きさ関係なくしっかりと。はい、大変なことってあるんですか？やっぱりね、普段からその、はい、手入れとかいろいろしますんで、まあ、この状態見ていただいたら分かるんですけど、はい、非常に綺麗な状態で、綺麗ですね、お客様にお渡しできるっていうのが、まあ、うちの売りなんです、うん、だからもうこのままご家庭に持って帰られて、はい、あと電子レンジでチンされれば、まあ、そのまま食べれますんで、はい、大事に育てられた。そうです、はい、もう心込めて育ててますんで、はい、とっても美味しいと思います。ありがとうございます、はい。海産物の揚げ物もありました。タコの磯辺揚げにエビの素揚げ、こちらは一番人気のタコのコロッケですって。大きいタコ入ってる、このタコもすごいジューシーですね。なんかコロッケなのにすごい歯ごたえがあって美味しい。桃色吐息？変わったネーミングですが、姫路発の銘柄豚、兵庫県生まれ姫路育ちの三元豚なんです。はい、では早速いただきます。じゃーん、桃色吐息。すっごいツヤツヤですね。あ、かなりこれ肉厚ですよ。いただきます。すごい、もう肉汁がたっぷり出てきます。脂がふっくり乗ってて美味しい。吐息が出る桃色吐息、美味しい。こちらは姫路和牛。西播磨地域で育てられた黒毛和牛で、肉質などの厳しい基準をクリアしたものなんだそうです。あったかい、いただきます。おいしい、ホクホクです。そしてこれすごい、もうたくさんお肉が入ってる、見えますか？噛んでてもお肉の食感がすごいしっかりと出てきてます。美味しさがぎゅーっと詰まってます、コロッケに。コロッケでこれだけ美味しいっていうことは、姫路和牛のことをもっと知りたいということで、やってきたのは姫路和牛を育てている牧場です。姫路和牛は選び抜かれた元牛に栄養豊富な飼料を与え、最新の心配りと愛情を持って育てられています。中でもプレミアムと呼ばれるものは、兵庫県内で生まれた但馬牛が元牛のものを言います。みんな大事に大事に育てられています。ブランドの立ち上げについてこの方にお聞きしました。この地方には、はい、すごくもともと田島市神戸ビーフを作る生産農家がいたんですけども、それはあくまでも神戸ビーフ田島市売ってたんで、それが今姫路から世界に今神戸ビーフ田島市で出たいだから、まあ、僕らもその姫路プレミアム和牛でこの地元で根付いて売っていきたいなと、地元の人に買ってもらいたいなと思って、この牛の良さをみんなに伝えたいな、そのきっかけで、まあ、みんなが団結して姫路プレミアム和牛を立ち上げようということで、それで、まあ、いい牛作りをしていこうかなと。飼育されてる上で気をつけてることや
大切にしてることってありますか？やっぱり今はもうとにかく安全が一番大事なんで、ただだけども一番大切なのはやっぱり牛が好きでやっぱり命をもらってこの世に生まれてきて、はい、それでその大事な命をまあ言ったら僕らが預かってそれで大きくしてそれでまたその命をみんなが食べるんやから、はい、その一つの命を 大切にするためにもやっぱ一生懸命努力してそれでみんなに喜んでもらえるような牛を作ることがまあいう姫路プレミアム和牛も良くなることやし、まあ、僕ら農家としても社会貢献になるんかなと。そのように大事に育ててこられた姫路和牛たちを皆さんにどのように食べてもらいたいなと思われますか？やっぱり僕はとにかくみんな集まって笑顔で美味しいなとただそう思って食べてもらえてひとときのまあくつろぎを与えられたら幸せだと思います。もう美味しいのは間違いない。はい、聞けば聞くほど食べたくなる、そういうものですよね。やってきたのは姫路和牛を扱っている焼肉店です。黒毛和牛特有の鮮やかなサシが入った霜降り肉が美味しさを物語っています。どうです、この滴る油、あーもうたまりません。ではいただきます。肉そのもののうまみを味わえるように今回はあっさりとわさびポン酢でいただきます。うん、うん、おいしい。このアボガレミがあっさりとしてて赤身とのバランスが絶妙に合ってます。何よりも口の中に入れた瞬間にふわっと柔らかさが広がるんですけど、噛み締めると肉の旨みがギュッと口の中に出てくるような、そんなすっごくいいバランスでめちゃくちゃ美味しいです。次はぜひ大勢の友達と。また姫路産の農産物や海産物は小売店やスーパーのほか農産物直売所などで販売されています。ほら、あれもこれもみんな姫育ち。プレゼントが当たるキャンペーンなどもあるそうなので要チェックです。こちらのお店には姫路和牛も置いていました。姫路和牛はポスターやのぼり、姫マロを目印にしてくださいね。さあ、姫路産の食材を使って今日はどんなメニューにします？生産者の皆さんの顔が見える地産地消、安心して美味しく食べてもらえるように丹精が込められた食材をその思いごといただいてみてください。きっと笑顔がこぼれます。